光から闇が生まれ、闇は北光し水となり、光は南光し火を生み、光と闇の間には風が流れ、光が闇に沈み大地へと帰る。大いなる力を受け選ばれし者よ、その真の力を示せ。万物はその真の形質から形成され、形質を分有する。各々の形質は相互に影響を与えつつ、次なる姿へと転化する。だが、投影を受け入れられなかった者はどうなるのか。